8月9日、最新セリーグ順位表。勝利の女神、江頭2時50分。中日上げてきたな。中日じゃないみたいな試合。大谷と広島のホームラン争い。ポジリは神様や。DeNA 対ヤクルト、5対2で DeNA が勝利。勝った DeNA。前線中に第2勝ちパで勝てたのでかいわ。石田も7回を投げた。安明復活したんか。安の命中回入りまであと19セーブ。江頭4打試合、2時間50分で勝利。やっぱ江頭ちゃんは神。これから毎日江頭呼ぼう。小池ブーストで村上4試合連続打点。なおや。ヤクルトってなんであの打線で最下位なんだって思ってたけど、想像以上にピッチャーが足引っ張ってるな。今年のヤクルトの投手陣、ガチャ板野と尻拭い小沢以外のイメージが全くない。オールスター吉村もおるぞ。中日対巨人、9対2で中日が勝利。勝ったがねえ。今日も立浪チルドレンの活躍で勝ったがねえ。名将立浪。1位の広島に貯金3で2位の巨人とは5分なのにトータル借金10っておかしいチームだね。小笠原今回は大量得点でよかったな。12安打で9得点するって中日らしくないよな。12安打でも1得点しかできないのが中日なのに。中日に惨敗か。むほ。高橋霊巻き添えで抹消されてかわいそう。高橋霊って背でも1年くらいは通用すると思ってたけどダメなのか。一瞬通用したぞ。阪神対広島、3対6で広島が勝利。来い方。坂倉5の5。坂倉はオールスターで何かが変わったな。誰がアドバイスくれたんだろう。アブはともりで勝てるとかずるいぞ。8回の矢野の守備が変態すぎた。矢野の矢のような送球。明日は天敵か。ソフバンアレルギー何とかしろよ。負けたでー。サトテルいつもエラーしてんな。16安打6点。5安打3点。得点効率で分かった。広島優勝ラインは78勝くらいかな。横浜、3位と 4.5 差か。ちょっとだけ背中見えてきた。9連敗がなければ貯金6なんだ。